ライタクシム、お前を逮捕する。Cowboy Bebop is an excellent TV series that introduces elements that we would associate with Hollywood film noir detective stories into a sci-fi setting. Watanabe is, I'd say, more contemporary. I mean, he's, Cowboy Bebop is very recent and very postmodern. He's a very good animator for this generation.Tanaka, my co-producer, had also recommended Watanabe as one of the guys that we could get because he's in a very Andy and Larry Wachowski vein. その中で渡辺さんがもうあの、あ、ま、あの、ごめんなさい。渡辺さんがマトリックス大好きだとからということを彼から聞いて、もう彼に頼むしかない。そのペアになるストーリーの目覚めることができなかったなんてディテクティブストーリーというのをオリジナルで自分でその書きまして、キッズストーリーは、ラリー&アンディが、ずいぶん最初から、そのスノップスを、開発しました。最初話が来た時は1本だけを頼みたいということだったので、それでいくつかシャーキーブラザーズが書いている脚本をいただいて、この中のどれかか、あるいはオリジナルかでやってほしいという話を受けたんですよ。それでオリジナルを最初やろうかなと思ったんですけど、一本そのキッズストーリーっていうのがプロダクションの方から、まあ田中さんの方から、脚本はあの今完成している話の大体後半部分というか学校のシーンから以降しかなかったんですよ。で、あの基本的に学校のシーンだけで構成されていたんですけど、そこにいくつかの要素を加えればもっと面白くなるんじゃないかというふうに。Really added this beautifulArc to it. このキッズストーリーのテーマというのはそのアメリカの、学校をテーマにしているんですけれども、アメリカの学校っていうのがどういうものなのか全く分からなかったので、サンフランシスコのマトリックスの撮影現場の近くにあった学校に取材に行って、そこを参考に書いています。そこがなかなかいい感じだったので、割とそこの学校に近い感じで描いています。この学校を取材に行った時にクレイトン君本人にも会えたので、その時にビデオなどを撮らせてもらって、それを参考にあのアニメーターが作画しています。クレイトン君にあの実際の内容と同じようになるべく演技してもらうようにして、それを元に作画しています。ただしスケートボードのシーンと壁をよじ登るシーンはさすがにできなかったんですけど、それ以外は割といろいろな本編と同じ演技をしてもらって、それを見ながら作業しています。あの通常の普通のアニメーションの画像というか画面の質感みたいなものがちょっとまあ飽きたというか、あまりにありふれたものにはしたくないなと思っていたんですよ。で、キッズストーリーに関しては作画監督の橋本くんっていうのがこういうタッチでやったらどうだろうという提案がありまして、 It looks amazing. I mean, for Japanese animation particularly, it's really stylish. 特別っていうふうに見られるとちょっと恥ずかしいですけど、これはどっちかというと古いやり方のような気がしますけど、昔の日本のアニメーションは結構ああいうラフっぽいやつが多かったので、そういうのが結構好きだったりするから、特に自分的には特別なとは思ってないんですけどね。あのアニメーションっていうのは一度手で描いた後、原画さんが絵で描いてきた後、動画っていうセクションがそれをきれいな絵にクリーンアップして
その後色を塗るっていう作業になるんですけども、元の一番最初の原画が描いた絵っていうのがすごく味がある場合が多いんですよ。あまり綺麗な線で描かれた絵ではないんですけど、逆にそれが非常に手書きの味みたいなものもあって、独特のその人の線の感じみたいなものもあって、それはとてもいいものなんですけど、ただ常に映像になった時にはそれはもう生かされていないんですよ。だからその味みたいなものをフィルムに出ないかな、生かせないかなっていうのは以前から思っていたことではあったんですけど、まあ非常に手間がかかるのと、ラフに描いた絵だと線がつながっていないと色が塗れないんですけど、通常は色を塗れるようにそれは別のレイヤーを、色だけのレイヤーっていうのを作ってるんですけど、そうすると枚数も2倍になってしまうので、まあ面倒なんですけども、まあ今回は時間的にも予算的にも余裕があったので、余裕それができるんじゃないかということで試してみたんですけど、普通のテレビのスケジュールだったら不可能だと思います。He's experimenting with something that he's wanted to do, but finally gets an episode where it starts hyper-real and then it begins to swish and swash a little bit and then get into very rubbery reality, which I can see as a, you know, somebody who's wanted to do something and play around with a thing, he's like, oh my God, this would be great. This is the perfect episode where I can fool around with that. But it really works to the psychological advantage, the psychological underpinnings of that episode. We had to be very respectful of the real world, because as far as the kid knows, he's in the real world.We, you know, recorded everything with real skateboards and real surfaces for all the moves and the jumps and the turns and everything. Working with Mark Larry on it is Eddie Kim, who happens to be a former skateboarding champ. Eddie recorded and built all of the skateboarding. So the challenge there was to make it feel very real, but at the same time feel not so real. This kid is somebody that by nature expands on the limitations around him.You know, so he's kind of riding that skateboard the way most kids in our world wish they could ride a skateboard. Actually, the detective story to be decided, I wrote 20 scenarios. I asked various directors and scenario writers to help me.まあ、結果、ラリー&アンディはなかなか気に入らずにですね、もう正直プロデューサーとしてどうしようかというふうにしていた時に、渡辺監督が、僕のアイデアがあると、でそこで出したものが非常に素晴らしいクオリティで、決まりました。昔からハードボイルド映画とかそういうものが好きだったので、そういうものが一度やってみたいなと思っていたので、それはマトリックスの世界観にも合うんじゃないかと思ったので、そういうハードボイルド映画とトリニティの話を組み合わせようと思いました。 Detective Story is actually a great little idea. It's a simple idea. It's like the old Twilight Zones, you know, in the 50s. You know, it's not like there's these grand stories and big ideas. They're small. They're small, but they're perfect. You know, it's like the facets of a diamond. Detective Story is in some ways likeOsiris, in some ways like Kid Story, in that it connects to the movie. There's a character in common. So we want that piece to feel like it is in that same sphere of the Matrix. All the people in Detective Story, they could go from Detective Story into the Matrix movies. You know, it has to feel like they could, in fact, make that leap.The model for the score is really Chinatown, and it doesn't veer too far from the jazz concept. I played it like I was scoring a 1950s noir B movie. 最初自分がアニメーションの世界に入った時からあまりアニメと実写っていうものをそんなに区別しないで考えていたので、でむしろマトリックスの映画なんかを見てもアニメと実写っていうものがすごく近づいているような感じがするんですよ。そういう、だからもっとボーダーレスに仕事をしていければいいかなと思うんですけど。